どこを歌いたいとか、なんかこういうのあったらいいんじゃねえかみたいなのがあったら、あの一番かっこいいのはこれ、あのあれしないでくださいね、決定しないでくださいね、はいはいはい、やっぱサビでハモりたい。ヒーラーおーそこだけ俺が歌うみたいな、ヒーラー俺入ってきて、これどうみんなで、これやっぱこれはいいよね、一番かっこいいじゃないですか、あいつその役割か。ただただ、うん、あのねこれね、うん、あれなんですよ、このヒーローというところは、うん、あの叫ぶだけでもガヤだけでもめっちゃパワーあるから、うん、このヒーローはじゃあ一緒にやろう。あ、そうですね、はい、ヒーロー勇気パワーミラクルドラゴンエネルギー、うん、でヒーローそうですね、このじゃ あサビ頭のこのヒーローっていう一言は、はい、一緒にやると、はい一緒にやります。2番は友情になってますけど、友情も友情言いたいですね、あと人情、うん、こちらも、一緒にやっていくみたいな感じですかね。はい、これあとさ、なんか君もダンスダンスシェゲナベイベーっていうあの伝説の B メロあるじゃないですか。ありますね、かっこいい、一番かっこいいとこね。そこもちょっとなんかやりたいんだよな。例えば何が、どういう案がありますか。一緒にユニゾンするとかかな、同じ風に歌うみたいな。ユニゾンってなんですか。一緒のフレーズを歌うっていうことをユニゾンって言うんですけど、はい、ごめんなさい、おいしくない、喉調子悪いで、全然いい、うん、ダンスダンスシェゲナベイベーを一緒に歌うみたいな。あー、そうそうそう、ワンツースリーフォー、ダンスダンスシェゲナベイベーを一緒に歌う。あー、僕普通のキーで歌って、普通のキーで歌ってもいいし、下のキーでも歌ってもいいし。え、その時っておいしくギター持ってます。あ、持ってない持ってない、普通に歌うだけですよね。もうあのタッチボーカルというか、ハンドマイクで歌ってます。そっか、じゃあ一緒に歌いたい、そこ、そのかっこいいところを一緒に歌いたい。これ大丈夫かな。何がそのそのニコ生クソ音楽を見てる人が見てくれてたら、うん、それなりに盛り上がるかもしれないけど、はい、番組のこと全く知らない7割8割ぐらいの方々がポカーンってなってる映画、あとやっぱお客さんにマイク向けたいですね、どっかで。そうですよね、マイク向けてもはぁみたいなことありますよね。ね、なんかそういうノリのコール&レスポンス、分かりやすいノリのオケもちょっと入れようか。あ、まあ確かにね。例えば「うあいあい」とか、うん、やりやすいとか、はいはいはい、ノリがいいや。一個懸念材料があって、うんうん、その僕もちろんライブとかにも出たことないし、はい、そんな行った経験もないんですけど、うん、この前そのおいしくのやつ見させてもらって思ったのが、あのお客さんを盛り上げる所作あるじゃないですか、はい、所作 あれも教えてほしい。ということ、あーなんかやるじゃないですか、赤坂みたいなそれ今聞いた？それ、うん、それもうお任せしていい？いや、ちょっとハードルが高い。ちょっと聞いたよね、今。やったことないから教えてって言ったのに。今の幕張って言ったら大丈夫。本当ですか？本当、大丈夫大丈夫。幕張行っちゃいます。どこで幕張行きますか？それを、あ、それ、やっぱそういうのをやっぱ入れたいなって思いますね。せっかくだからちゃんとやりたい、恥ずかしがらずに。じゃあ、うん、あと1番と2番の間に、うんうん、ブリッジって言って、はい、その感想を入れようかなと思ってるんですけど、はい、その感想のところで幕張って幕張やばいな、負担がまた増えたな、ちょっとそれまた多分ドーンってなるから、はい、加藤純一があんなに方向してるんですなるほど、そこもじゃあ僕やります、ほらいい声ってめっちゃ出てます、はい、声だけはでかいっつって、ものすごい幕張の後にラップなさせてしまえちょっと問題が出てきたよ、みんな幕張って言ったら幕張ー Hey you そのギャップ、まあいいか、ちょっとそれいいんじゃない、うん、詰め込みすぎも確かに良くない。プラカード作ろうか。プラカードってなんですか。俺たまにやんだけど、うん、あの歌詞わかんないじゃん絶対、うん、わかんない初見の人とか、うん、で例えばサビ頭とか、うん、ヒーローって叫ぶじゃん、うん、その時にプラカード、でっかいプラカード持ってこうやってやる、うん、あ、いい。そしたらお客さん大体ヒーローって言ってくれてる。あ、それめっちゃいいじゃん。そう、勇気パワーミラクルドラゴンエネルギーヒーローなるほど、それをやる。あ、それやる、それはいいかもしんない。その係僕やります。じゃあ、ほんとだ今にぎやかしね、そう、歌大変だから、うん、僕がこうやって入ります、ね、あ、なるほど、はい、いやいや、純ちゃんは全力で言っててほしいな。いや、プラカード、いや俺全然いいよ、プラカード慣れてるから、やり慣れてるからさ。僕だから全力でヒーラーってやりますよ僕は。で2番はね、歌詞変わってるから、はい、友情とか書いてるから、まあかね、それも友情ってプラカード出して、うん、裏に人情って書いてて、裏返して人情っつって。あ、それぐらいは確かに
やりやすい。それぐらい一曲にそのサービスがたくさんあっていいかもしれない、ね、うん、あとなんかあるかな、アイディア結構入ったんじゃないですか。そのボイボイコールワイワイっていうコール、あー、プラカプラカ、あと幕張幕張俺できるからそんな人の前で。でもやっぱ照れずに行きたいですね、全力で。いや、あのね、幕張じゃなくて、うん、会いたかったぜ幕張何ですか、それだよ、会いたかったじゃん、だって。まあまあ確かにね、俺たちの夢のステージでしょ。そう、今目標のステージだよね。それで言うとやっぱもうここに立てて嬉しいみたいな、インターネットヒーローからその来てるお客さんに向けて、うん、会いたかったぜって言われた時のみんなの顔を僕見てみたいな。なるほど、会いたかったぜ幕張。ダメ。いや、もっといいのがあるんじゃないのかなって今思っちゃった。あ、何なんか、なんかないかな、そのみんなのコメントで。愛してるぜ幕張そんな幕張愛してないだろ確かにそないやで、千葉やけども。愛してるぜお前らは絶対あ、でも会いたかったぜ幕張か。あ、見たければ来いよ、待たせたら幕張かっこいいじゃん。どうしよう、誰も待ってなかったらポッカーンみたいな感じで、誰この人みたいな、立ち振る舞いだけは王者みたいな。いや、いいっすね。あ、ま、なんだっけ、待たせたら、待たせたら幕張がいいっすね。それぐらい突き抜けてた方が言いやすい。あの加藤純一が満を持して音楽ステージに立つ、待たせたな幕張、かっこいい。これがそれだったらいいですね。すごいな、これ欲しいな、これ。こんだけいいねって言ってくれてるけど、当日来てちゃんとわーって言ってくれたらそれね、ね、みんなおーってなってくれないと。コメントしてる方々の多分あの1割ぐらいもうけえへんのちゃう50人とかしないから1回だけボーってなったらすげえなんだってなりますよ。ヒーロー一部だけヒーローあ、おそこの団体なんだみたいなそれマジやめてな、散らばってな、ちゃんと本番あの上から見てたら円形脱毛症みたいなここだけヒーローっつって爪楊枝のあれみたいな、ここだけ盛り上がるみたいな、ちゃんとばらけてなみんなコメントは任せろって。そうそう、コメントは任せる。コメントもね、確かに後ろでも流れてるはずだから、うん、そうだよね、そうだよね、それは確かに欲しいわ。なんか他ないかな、ボイボイ、なんだろうな、案がなんかあるかな。なんかうちわ乗りにしたくないんだよね。まあ確かにせっかくですからね、一回しかないから、うん、そこはちゃんと見せたいですね、消化したいんだよね。なんかいいやんねえかな。いやまず俺らがライブ慣れしてない確かにそれはまあ頑張ろうな、俺もそうだから。っていうかさ、やっぱあのこれリハ入った方がいいよ。入った方がいいですね、なんかどこかのタイミングで、うん、ゲネプロとかもあると思うんですけど、市長会議の、うん、ゲネプロの前とかになんか2人であの特訓しようか。あ、ぜひ。あの放送なしで、うん、うん、それはちょっともしよろしければ。ドラゴンエネルギー特訓、ドラゴンエネルギー特訓。あ、そう、大石くんが歌ってる時の僕の振り付け、振り付け、うん、もうずっとちょっとなんかなんかないかな。あ、どうだろうな。あの歌詞は一応なんとなく覚えといて、うん、俺は一応歌歌えるけども、でもマイクはオフってるみたいな感じでこういやもう こうやってるそれやりたい俺できないですけどいや俺ちょっとやばいよみんな、いやいやステージマンの所作じゃないおいこのままこれなっちまうぞこのままじゃ。そうだね。あ、それちょっとあのそのさ、はい、立ち振る舞いというか、そう、あのまあ所在がなくなった時に、うん、歌わない時にどういうポーズというか、うん、どういう格好をしてるかとか、それちょっと今からやろっか。そう、ちょっと少し時間あるから。あ、確かに欲しい。僕はよくやってんのは、はい、コラボとかで僕が歌わない時にやってんのは、はい、相手の方を見ながらちょっとリズムに乗ってる感じ、はい、あ、かっけえみたいな感じでお客さんにも煽りながら、お客さんにもアピールしながらこう持ってる感じ何が違うの俺と。ちょっともう一回やってください一緒に。いや、あ、背中合わせましょう。なんかこれ一緒ヒーローあ、それやりましょう。やる、それやりたい。すげえ、ごめん、あの断ってる。いやいや、今いいじゃねえ。恥ずかしい。いや、ヒーロー勇気パワーみ、いやちょっとね、教えてくれないから。幕張のステージでこれやる、絶対事故る、絶対事故る。確かにね、やばいわ。純ちゃん結構、じゃあ本当にあれなんだね、その
あのノリが分からない、そう、分かんない、恥ずかしがってるんじゃなくて分かんないから教えてやるよ、何回も出てるように、そう、辞書にないわ、そう、辞書にないの、乗り方とかも、うん、そっか、多分本当手持ち無沙汰感が、そう、出ちゃうのみたいな感じ、なんか似合われてうまいっすわおじさん、うまいっすわって顔にこのままじゃなるからそれ、やばいね、だからその乗り方だけマジで客席ダイブしろ乗り方だけ教えてほしい、マジみんなに、そうだね、音楽の乗り方、そうで、例えば僕今やってるような感じとかはやっぱその経験によって成り立ってるところだったりするから、はい、他になんかないかな、なんか どうしてたらいいかとか、え、まずそれちょっと一回教えてもらっていいですか、そのあの少しだけ右に左にこう重心をかけたりとかするのが、うん、多分一番こうノリがいいかもしれないですね、こう、か、ま、顔も教えてください、顔、うん、顔はもう基本的には笑顔で、うん、違う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 教えられた通り、教えられた通りやったじゃん、なんで意味が分かんない、無駄でよくない、ちょっとい, やいやめっちゃ気使ってる新入社員よそれ、ただのこういうことじゃないの、あのちょっとギターよりやばいことが増えたんですけど今その手持ち無沙汰の時俺どうすればいいの、マジやばい、ちょっとみんな本当教えてマジでやばい、タンバリン持て、あ、タンバリンいいじゃんあ、それいけるかも、ごめん今の何あのタンバリンについて大きな誤解をしているリンリンリリンリンリンリリンみたいな、あ、これマラカスだ俺まあ、ごめん俺マラカスだった、俺がタンバリンこれだピー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 みたいな感じ、これだちょっとでもなんかやばいよな、やばい、ほんとそれなんか送れないと、タンバリンはいいかも、俺今度持ってくるわ、マジっすか、うん、なんか視聴者の皆さんもなんか振り付けのレクチャーを、そうだね、後で教えてね、今度手拍子でもいい、確かにね、あ、そうだね、うん、A メロとかは手拍子あおろっか、うん、We are the bad boy のところは、はい、We are the bad boy、 なんかかっこいいんだよな、おじくんがやるとみたいな顔するじゃないこういうことでしょ、だって笑顔って俺本当にやったことないから分かんないよ、放送見てる方あの聞こえないと思うんですけど、はい、このスタジオに観覧しに来た方のざわめき半端ないですか、ええー。あ、笑いすぎ？目笑いすぎだよ、おっさんくさいもんだって、じゃあ、待って、あの、自然な笑顔ですか、うん、自然な笑顔、あ、いいね、あ、かっこいい、できた、あ、それいいじゃん、こういうことだ、それそれそれ、そういうこと、そういうこと、満面の笑みすぎたんだ、そうそうそう、それ確かにキモいわ、キモいね嘘つけ、おかまのなんか嘘つけやみたいな、ダルシムみたいな人です、確かにね、ダルシムダルシム、そうやね、ダルシム勝った時ですやだわ、カッコつけるんだ、なるほどね、そうそう、okay、基本的にこの音楽に陶酔してますよっていうのの、なるほど、まあ、アピールだから、はい、そのステージにいる人間的には、うん、はい、だそれを守ったらもう全然大丈夫でしょ、そっちもちょっとそうだな、仕上げなきゃいけないな、そうだね、だから、お、なんかずっとクネクネしてはったんですちょっとでもね、先週ずっとなんかいや、まあそれもそれでいいじゃないですか、あ、いいじゃん、あ、いいですか、いいですいいです、一回やってみます、そうそうそう、自由なんで、はい、どう思う、やばいっすよ , 笑ってんじゃないかこれもうちょいあると思うんですけどね、そう、幕張メッセクオリティじゃないですかねそうそうそう、5000人の前にこれ晒されるわけですよ、もっとやっぱ大きい方がいいんじゃないですか、はいはい、そうそうそう、ダイナミックに1個教えていただきたい、なんかそう、だからこれいい、分かりやすい、すごい分かりやすい、分かりやすい乗り方みたいなとか、そう、ちょっと乗り方教えてほしいですよね、上半身だけでもとか、はいはいはい、そういうのってなんか、じゃあその時音楽が鳴ってますもんね、音楽鳴ってますもんね、あと音楽鳴ってたら、え、マジですか、教えてほしい、超嬉しい、これすごい、めっちゃ嬉しい、いや、あの、はい、あのこれでもいいんですけど、はい、間違い乗ってればいいんですよね、はいはい、で多分あのワン、ツー、スリー、フォーであるんですか、はい、でまず多分こうアップっていうのがあるんですよ、なるほど、あ、もうすでにか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 、アップしません、でこれができるようになると、はい、これで歩くまずアップ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、アップもつけれるでしょ、ツー、スリー、フォー、これができるようになったら、はいはい、歩けます、あ、
すごいこれっすね。いや恐怖すごい授かりました。これはちょっとありがたい。それだけでありがとうございます。本当はい、そうですね、絶対使わせてもらいますね。本当ありがとうございます。いやちょっと頑張ってください。いやすごいよかった。でもね、流れてるコメントが顔でっかっていう関係ないよそれは。俺が描いてるだけちっちゃいんだよ。なるほどね。